熱血コンサル基礎産業。この度基礎産業では2024年3月にカフェをオープンします。新しくオープンするカフェで一緒に働いてくれる店長とスタッフを大大大募集します。ご応募は概要欄からお願いします。カフェやるぞ。2024年の動向予測について多くの記事で2024年は金利のある世界に戻るということで、金融機関は預金の争奪戦になると予想がされております。金利のある世界での今年の資金調達の難易度についてどのように感じられますか？これはもう前から言ってることなんだよな。2024年資金調達どうなるんですかっていうところが話なんだろうと思う。結論、非常に借りにくくなると思います。これなんでかというと、もう銀行が融資で儲けようと思ってないっていうところが一つなんだよね。M&A とかそっちの方走ってるような後継者がいないとか、まあそういったようなところでねやってるっていうような、企業を紹介したりとかいうような、だからいい会社同士でこう紹介し合って手数料を儲けるみたいなね、いうようなことをやったり、あの黒い石とかのあの会社あるでしょ、ああいうところの商品とかを売ったりとかしてね、手数料を稼ぐっていう方向に行くから、そっちのストックビジネスの方に行かないよね。ストックビジネスにかかる、ストックビジネスって融資のことね、融資にかかる銀行員っていうのは少なくてもいいもんだって。なんでかわかる？金利が上がるからです。変動金利で契約してるから、もう自動的に契約を上げればいいじゃない。これじゃその分儲かるじゃない。だっていろんなところにこうチンパンジー金利でさ、そのね 0.5 で借りてくださいって頭を床にこずりつけてってからこうお願いしに行くよりもよ、ちょっとした会社に、はい 0.5% 金利上げますねってからお手紙1本送っときゃ上がるじゃん。しかも新しくその融資を打たなくったって上がるわけでしょ。そしたらそっちの方が儲かるじゃん、だってどう考えたってっていうことよ。だから預金の争奪戦になるならないっていうところは、どうして預金の争奪戦になるんでしょうか。これは預金を集めてそのままあの国債の金利とかが上がるから国債にぶち込んどけばみたいないう話になるんだろうというふうに思いますね。2024年というのは非常に借りにくい年になる。特に中小零細企業、赤字企業に至ってはもう、だって岸田って人がね、借金棒引きにしてやれとか、もう潰した方がいいんじゃないんか説を言ってるぐらいだからね。まあ多分この動画が出とる頃はあれかもしれんけど、補正予算が決まったらもうはいさよならみたいな感じになるんだろうけど、次の人がちょっとどうなるかわからんけどね。だけどそのまあ非常に借りにくい年になるのかなというふうには思いますよね。これまでマイナス金利になった時に預金を逆に集めない、例えば定期預金とかそういう形で集めるという方針から、もうあまり集めない、力を入れないっていうような方針になってから、まあ10年とかそれぐらい経つんじゃないかと思うんですけども、定期金利もあのメガバンク中心に上げてきてるという中で、やっぱりこういう状況では金融機関も預金を多く持っていく、抱えていくっていうところはやっぱり必要になってくるんでしょうか。まあだって預金持っとった方がいいもんな、どう考えたって。うちも集めてるもんだって。今うちが集めとるってことはどういうことかってことよ。うちですら集めてるって、インデペンデントバンクですら集めてるってことは、もう普通の銀行っていうのはもっともっと集めないといけないってことだよ。銀行は負債が増えるってことになるんだけど、資金を獲得できてるってことになるから、もうそこの資金を動かさなくったっていいんだよ。一般の方のこっちの金利を上げてればね、こっちの金利を上げることによってこっちの金利を上げて、預金の方の金利を上げてより多く集めれるみたい。今のうちにたくさん 0.2% だって言ってね、100倍になったからって言っても 0.2 だから、まだまだ上がるって思ってんだよ。だから今のうちにやっぱり資金を獲得して、あの上がった時のために対応しておこうと、そのためにしっかり貸さないっていう方向に持っていこうっていうことになるんだろうというふうに思いますね。ということはどうしたらええかいうことよ。銀行以外の資金調達をやるってことだよ。でこのまあ逆にその銀行以外の資金調達をやろうと思うと、銀行以外の資金調達をやるための勉強しないといけないんですよね。うちの会社も資金調達指導パッケージっていうのを持ってるんですけども、結構効果が出とる人おるんだよな。資金調達ができる仕組みっていうところをどういうふうに考えるかっていうのが非常にまあ悩ましいところなんだよね。それはこれがかかるのよ、銀行以外の資金調達やろう思うと。じゃあそれをなんとか安くやれる方法ないのまさしっていう話なんですけども、方法は2つあるんですね。1つは多分この
秋口ぐらいに正氏は本を出します。あの銀行に頼らない経営っていう本を出します。多分いうかもうほぼ十中十出すと思う。今書いてるから構想いろいろ書いてるから。でまあライターさん頼めばもっとね早く出せるんだろう。じゃあまあそれ出た時にみんなが読むってことね。自社調達総論とかいう本になると思う。まあそういうのをちょっと読むという、これが一つね。1512円税込みで出そうかなというふうに思っております。それと別にあの普段からやっぱりもう正氏に会うってことが大事なんですよね。今もう正氏と会えるのはグループコンサルだけなんだね。正氏は会長職だから正氏と会ってで勉強するということが大事だと思います。毎月1万2000円かかるんですね。毎月1万2000円かかるんですけども、だいたい処理頭はだいたい10分から15分ぐらいお話をして、5人職務のクラス、10人職務のクラスというのがあります。で、これが、資金調達のクラスをはじめ、主に6つ、予資運用とかそういうのも含めて、まあ6つのコースがあります。特に最近なんか人気なのが投資のクラスが人気なんだよね。この話でもそうなんだけど。うちの会社もまあだいたい平均今の話の数百倍ぐらいのね。もう 10% くらいで運用するような商品とか持ってたりとかするので聞きたいでしょ、多いんだよね。あの他にもちょっとあのこの動画が出てる時には多分うちの商品っていうの、あの出来上がってると思うんだけど、相対的に無料でうちのチャンネルに出れるっていう権利をやり取りするっていう商品があります。多分7万人ぐらいになってるだろうからね、6万5千とかぐらいになってんじゃないの。そういうチャンネルに出てから物申せたり、僕がその会社さんを評価したりとかね、いうような商品もそうグループコンサル生をいち早く見ることができます。非常に有意義な時間が過ごせると思っておりますので、ご参加の方よろしくお願いします。それと別にですね、やっぱり今が資金繰りが苦しいという人多いんですよね。資金調達したいと。一般のコンサルは口しか出せないからね。だけどうちはお金を出すというところがあるから、個別面談コースというのを用意しております。これは30分ぐらいで4万8000円をいただいてるんですけども、これの何がいいかというと、財務資料を見た上でその場で判断します。私決裁者ですしね。で、これこうしよう、足をみたいな資金を自分とか打ちますから、事業の継続性というところをたちまち回避できるというか、支えれるっていう良さがありますので、ぜひね、お問い合わせの方をお願いできればと思います。こちら30社ぐらい今参加いただいてるんですけど、50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。最後に、そうは言っても今の話も含めて無料でね、やっぱり自分の会社、これ救える会社なんかどうかわからないじゃないですか、救われるかどうか。その判断をしたいために無料で話聞いてほしいとか、そういうのもあるんですね。そういった方のために、ちゃんと無料で話ができる場も用意しておりますので、お悩みの方はぜひね、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。